今回はこちら、アルファード、それからベルファイア、新しく登場しまして、本日より受注が開始されました。でそれに伴いまして、今回私なんですけれども、リーラーさんに行ってきて、まあ、見積もりをいくつかパターンをこちらもらってまいりました。でこれからアルファードベルファイアを購入される方、どちらにしようかっていうのを迷われている方もいらっしゃると思います。で今回話の 内容としたしましては、まあ、アルファードにしようか、ベルファイアにしようかと。で今回、ベルファイアのが高級路線に行ってますので、まあ、差別化されてるということで、この違い、どこにあるのかということをまず一つご紹介します。二つ目は、やはり購入する際に悩まれるポイントとして、ガソリンなのかハイブリッドなのかという観点。で、それから、こちらです。運転支援系の変化点。 で私、今、ボクシーのハイブリッドの SZ のフル装備の車に乗ってますので、まあ、最新のトヨタのセーフティーセンス、チームメイトがついてる車です。まあ、それとのこの変化点、何があるのということをご紹介します。で最後に、まあ、おすすめの仕様、そして、ディナーのオプション。まあ、ボクシーのハイブリッドから見たベストバイは何かということでご紹介をしていきたいと思います。で、まず、アルファードベルファイアっていうことの、まあ、違いです。 ま、差別化されてるということで、ベルファイアのが、ま、高級路線に行ってるというところなんですけれども、こちらを見ていただくとわかるんですが、まず、この、アルファードの方なんですけれども、このガソリン、ハイブリッドの肉が620万ということ、それからガソリン車は540万なんですけれども、このガソリン車、アルファードの場合ですと、ノンターボになるんで、ちょっとベルファイアとの直接的な比較はできないです。 でベルファイアに関してはガソリン車もあるんですがターボエンジンになっているということで少し別物全く別物の車になっているということでちょっと比較ができないでハイブリッドですと同じ肉の7人乗りがありますので,でこれが今620万とアルファードの方ですなってますでそれに対してこちらのベルファイアの方は690万ということで価格が70万高になっているということになります で、この内訳が何なのかっていうことをまずしっかりと把握しないと、アルファードがいいのかベルファイアがいいのかということがまとまらないと思いますので、そこをまあ見ていきたいと思うんですけれども、まず、こちらなんですが、ここです。まず、言ってしまうんですけど、シートの材質、ラッパレザーを使ってるかどうかっていう違いがまずあります。で、それから、車内の色の選定。から、エアロ。 それからホイール。まあ、18インチか19インチかっていうところです。で、あと最後にターボエンジン。これ2.4リッターになりますけれども、まあ、これが付いてる付いてないの違いっていうのがあります。アルファードとベルファイアの違いでっていうところなんですけれども。で、直接的なこのアルファードベルファイアのハイブリッド同士での比較でっていう話になってくると、もうここだけ外装と内装のシートの材質。それからホイールの18、19インチの違い。 それによる70万円の違いがあるよと、まあ、いうことになります。で、実際、カタログ上で見ていくんですけれども、ここを見るとわかりやすいんですが、こちらなんですけれども、まあ、今回、ベルファイアなんですけど、まず、Z プレミアっていうやつなんですが、この、プレミアムナッパ本革っていうのを使っています。こうです。 これエグゼクティブラウンジしかつアルファードの場合ですとエグゼクティブラウンジしか付いてないんですけどベルファイアの場合ですとこの Z プレミアというグレードにこのプレミアムナッパという本側が付きますで色もブラックとサンセットブラウンというこの2色選べるようになっていて、まあ、ブラックはアルファードでもあるんですけれどもこのサンセットブラウンというのが Z プレミアの専用カラーということになっていると、まあ、いうことになります そこがまず大きく違うところです。これも、後で、本側にしようと思ってもできないので、まあ、ここがかなり大きいところかなと。あとはこちら、エアロ関係が異なります。まあ、ここのところなんですけれども、グリルの、グリルであるとか、とモールです。まあ、その辺が違います。あとサイドの部分であるとか、あとリアの部分。 あと一番大きいところは、ここのアルミホイールが19インチとまあいうことになっているんで、この辺が大きく異なるところになっているとまあいうことになりますま。それによる70万円の差だとまあいうことなわけなんですけれども、ここをまあどう見るかということがまず一つ挙げられるかなと思います。私の見解で言うと、基本的におそらく 今までの30系もそうだったんですけれども、やはりアルファードの方がリセールがいいということもありますし、こういった装備の違いによる70万円の差が、じゃあ買った時にリセールとして出るのかというと、おそらく出ないだろうと思います。だからリセール目的で買うんだったら、間違いなくアルファードの方がいいと思います。で、ベルファイアは本当に このベルファイアに乗りたい、Z プレミアムに乗りたいという方にとってはすごくいいと思うんですけど、リセールを目的にして買う方にとっては間違いなくアルファードの方がいいかと思います。まあそれは言えるんじゃないかなと思います。まずそこがアルファードベルファイアでの差別化が図られているポイント、一つ目になっています。で次に、このガソリンとハイブリッドで まあ、どの辺が違うのっていうことなんですけれども、これ非常にわかりやすくて、この AC1500W の電源がついてるかついてないか、まあ、給電システムっていうのも使えるんですけど、自動給電システム。まあ、この辺が使えるか使えないかというのと、あとは、まあ、リモートパークができるかできないかっていうところ。で、最後に乗り味の違い。この3つです。まあ、それによって、この ガソリンとハイブリッドの違いっていうのが結構差がありまして、まあこちら見ていただくと、ハイブリッドが620万。これはアルファードです。で、ガソリンが540なんで、80万円の違いがあると、まあいうことになるわけなんですけど、まあ AC100V の 1500W 電源、それから、まあ自動給電シス、自動給電システム、 がリモートパークになりなし、それから乗り味の違い。まあ、この辺で80万円をかける必要があるのかっていうところですね。あとはまあ燃費の問題もあるんですけれども、まあ、カタログを見ていくと、こちらがアルファードのパワーイニットなんですけど、ハイブリッドに関しては、今回システム出力が250馬力になってまして、ガソリンの方がノンターボの2.5リッターで184馬力あったと思います。で、 一番気になるのは出力じゃなくては燃費経済性のところだと思うんですけれども、Z2WD になりますと、ハイブリッドが16.5ですね。WLTC モードで。で、こちらのガソリンに関しては10.6とまあいうことなんですけど、実際私今ハイブリッドのボクシー乗ってるんですけれど、 ま正直、リッター22は行くんですけど、一番大きいところはどういうところかと言いますと、リッタ最高でリッター22なんですけれども、あくまでも、ここに書いてあるんですけど、高速道路、高速道路で一番最高燃費が出るような状況になってます。なので、ハイブリッド買っても、意外と市街地とか郊外って、実は燃費があまり良くないっていうのが、今、ボクシー乗ってる状況、ボクシー乗っての感想なんですけれども、 まあそうなんだったらば別にガソリンでも別にいいんじゃないかと。でガソリンは当然高速道路になりますと燃費が上がります。12.6とこにも書いてありますけれどもで、それに対してこちらハイブリッドが16.9なんで、まあ、この程度の差しかないよと、まあ、いうことです。まあ、市街地モードとか公開モードになっちゃうとほぼ ガソリンもハイブリッドもそんなに変わんないんじゃないかなという気が私の中ではしておりまして経済性ということで考えたら80枚埋め合わせるだけの差はないかなというふうに思いますなのでガソリンの方がいいかなとまあいうことが一つ言えるのとあとハイブリッドをもしこちらですね選ぶということなのであればやはりこういった断気してるとき私も今車の中でこうやってレビューしてるんですけれどもずっと ずっと暖気をしてる、ずっとアイドリングしてるのがすごく気になる、騒音が気になるという方にとってはもちろんハイブリッドがいいですし、あとは柔軟に電源が取れるという方にとってはハイブリッドがいいということで、まあ、騒音問題とか電源関係、まあ、そういったものを突き詰めたいと、あとはまあ乗り味の問題もあるんですけど、まあ、そういったものをやはり大事にしたいという方はま80万円かけてもハイブリッドなのかなという気がします。まあ、そこをだからどの,どの,どのぐらいの、まあ、価値、 まあその人の選ぶ人の価値があると思う、価値観があると思うんですけれども、まあどこに置き換えてこの80万円というものを払うか払わないかというところをまあ判断していくか。まあそれによってガソリンかハイブリッドかっていうことが分かれてくるのかなと思います。あと乗り味っていうのはですね、ここなんですけど、車体の縦色を抑制したフラットな乗り心地ということで、これハイブリッド車に標準装備となっています。要するにこれだけのモーターの制御によって、まあこういった 車体の縦揺れをことなので、まあ、この辺がガソリン車にはない機能なので、まあ、この辺がどの程度変わってくるのか、おそらくガソリンとハイブリッドでだいぶ乗り味が変わってくるんだろうなと思うんですけれども、まあ、そこもだから総合的に含めて80万円の差があるよということなので、まあ、そこをどのように見るかということになってくるのかなと思います。ただ一つ、今の現時点で言えることは、80万円の差で経済性は埋めれないと。 まあ、いことが言えるかなと思います。なので、ガソリンが、まあ、いいんじゃないかということになります。なんとこちらです。運転支援系です。この変化点ということなんですけれども、実は変化点非常に少なくて、後方車両接近通知という機能が新しくついています。これは、今の新型の90のボクシーではついてなかったんですけど、プリウスになってからつくようになっています。で、これが今回のアルファードでもアルベルでもつくようになったというのが、まず一つ。 セーフティーセンスの新しい機能になっています。で、もう一つはこちらなんですけれども、交差点での出会い頭等の検知、それからブレーキの作動、ここです。うさせ筋の緊急ブレーキ。これも今回、プリウスになってから新しいものになっていますんで、これがアルファードベルファイアにも新しくついているということになります。まあ、それ以外は特にアップデートはされていないということなので、 運転支援系に関しては、まあ、大きく変わっていないと、まあ、いうことになっております次なんですけど、まあ、おすすめの仕様ということで、まあ、これらを踏まえて、まあ、おすすめの仕様ということで私今回3つのパターンを見積もってきましたで1つ目が何と言いましても一番格安なこちらアルファードの Z これはガソリンの一番まあ一番まあ格安仕様というやつですね 次にこちらガソリンに対してハイブリッドで最後に、まあ、私もすごく走りが好きなんで最後にこちらベルファイアの Z プレミアのガソリンこの3つ見積もってきましたで、まあ、この3つ言えることは何かと言いますとまずこちらのアルファードの Z はとにかくまあ一番安い 一番、まあ安いということですね。アルファードとしてまず一番、アルファードとベルファイアを選んだ上では一番アルファードが安いよということ。それからガソリンとハイブリッドももちろんガソリンの方が安いよということです。であとは、まあオプションもポロポロついてるんですけれど、基本的にもうほとんどオプションに関してもすべてほとんどついちゃってるような状態です。なので、基本的に価格差っていうのはほとんどないわけなんですけれども、これ見ていくと、 まあ、640と、まあ、いうことになっています。これが、スタートラインになってくるかなと思います。細かく言いますと、ここのところなんですけども、トヨタチームメイト、アドバンストパーク、サポートブレーキ、アドバンストド,ドライブ、まあ、この辺、それからユニバーサルステップ、で、さらに、この、今回、目玉になります、電動シェード。まあ、この辺を、まあ、けてたりもするんで、 まあもうちょっと価格的には安くはなるんですけれども、ムーンルーフは今回アルファードの目玉の機能ですし、で、このユニバーサルステップもマークと非常に便利なものになってますしで、このチームメイトもやはり私もボクシーにも付けてるんですけど、やっぱりあった方が非常に助かるものになってますんで、まあこの3点セットは間違いなく付けるべきかなと。あとプラチナホワイトパールマイカ。もうこれももうトヨタ車買うんだったらド定番ですね。なので、この4つ、 のオプションまあ、だいたい33万ぐらいのオプション。33万ぐらいですね。のオプション。まあ、この辺は、まあ、付けといた方がいいのかなと思います。なので、まあ、最低限ですね。まあ、この辺は付けといた方がいいのかなっていう気がします。あとは、まあ、フロアマットとか、あと、鉱石モニター。で、今回14インチじゃなくて13.2インチになってます。で、これ、ボクシーと基本的に同じものになってますね。ボクシーは14インチなんですけど、ここの、 鉱石モニターを製造しているメーカーが、まあ、今回、破綻してしまったということで、13.2インチになっていますで。これが23万3000ということなので、大、ま、体、あ、いいオプションで、そうですね、50万ぐらい、55万ぐらいのオプションですか、まあ、ついているということで、この金額になっている。でそれをつけなければ、590万ぐらいになると、まあ、いうことになります。これがまあ一番とにかく安い、安く買えるアルファードということで、 見積もりを取っているということになります。で、それに対してハイブリッドはどうなのっていうところになりますと、全くガソリンと先ほども同じものなんですけども、720万、一気に金額が上がります。で、50万円、先ほどのオプションを全部省いて、50万円ぐらい安くしようと思っても、670万ぐらいになります。だからハイブリッドにするともう670万なので結構金額、何もついてなくても、670万ぐらいになってくるんで、 ちょっとやっぱりこう価格的に高くなってくるかなっていう気がします。で最後、何も全く考えない。とにかく車の個性車、車の個性をとにかく楽しみたいという方はこれです。ベルファイアの Z プレミアのガソリンの2.4リッターターボモデルになります。でもうリセールとか車、リセールとかも全く気にせずに、車の個性をとにかく楽しみたいという方はもうこれかなと思います。 でこれ自体もアルファードと同じ装備が付いていて、Z プレミアのベルファイアの2.4のターボということになります。2.4のターボ自体は、このベルファイアでしか味わえないので、ハイブリッドももちろん選べるんですけれども、ベルファイアを買うんだったら、まあ、2.4のターボかなというのが私の見解でして、ま、だったらこのモデルになってくるかなということになります。で、価格が738万円ということで、オプションをもし、 取り除くということなのであれば、まあ、650万ぐらいと、まあ、いうことになりますので、まあ、アルファードのハイブリッドと同じような金額になってくると、まあ、いうことなので、まあ、車の走りだとか見た目とか質感とかそういったものを重視したいという方はこのベルファイアになってくるのかなベルファイアの2.4リッターターボになってくるのかなと思います。まあ、この辺が狙い目,狙い目に ななってくるるんじゃいいいかかとととうことが言えるかと思いますで,もうすでにお話今したんですけれども、まあ、私の場合今回ボクシーのハイブリッドをすでに乗ってるんで、まあ、その視点でアルベルもし買うんだったら同時使用にするのということでこの3つご紹介しましたでディーラーのオプションももうお話ししてましてディーラーのオプション先ほどの見積もり職にも書いてあるんですけど13.21の有機 e エルそれからフロアマット ま、この二つだけを付けています。まあ、これだけでも、ま、価格21万円ぐらいになりますんで、で、さらにメーカーオプションが33万ぐらいですね。そうすると、ま、だいたい50万ぐらいのオプションになっているよ、と、まあ、いうことになっているということになります。はい。まあ、てことで、まあ、今回、こちら、アルファード、ベルファイア、今回、発注が開始されたということで、まあ、ディーラーの方に行って、まあ、見積もり取ってきて、まあ、どれが一番、こう、買いなのかということで、どれが一番、 お買い得なのかということで、まあ、今回は3つのお見積もりご紹介をさせていただきました。で最後に、まあ、裏話になるんですけれども、まあ、裏話というかもう出回ってる話なのかもしれませんが、もともとこのアルファードという車しか今回作る予定がなかったということで、このベルファイアっていうのは、今の会長の豊田キ夫さんが、これベルファイア今回作らないのかということで、まあ、出てきた車に、 なっていますで、もともとベルファイアっていうのは30系でもうありましたけれども、ほぼ1割ぐらいのシェアしかない車で、非常に、まあ、不人気って言ったら語弊があるんですけれども、あまりこう売れ行きが良くなかった車です。ですけれども、秋尾さんがベルファイアも作んないのかということで、まあ、今回出言われて出してきて、かつ社長が提案してできた車になってますので、まあ、こちらというのは結構 特別な存在の車。なので2.5リッター、2.4リッターのターボエンジンモデルというものを出してきていて、出力も280馬力以上あるエンジンが乗ってますんで、非常に走りに振った仕様のモデルになっているということで、まあ、これは結構、まあ貴重、貴重、希少価値のある車になっている。ただ、メーカーとしては希少価値にはな、希少価値モデルというふうには言えるんですけれども、実際市場で出てみると、おそらく、 まあ、ベルファイアよりは、まあ、アルファードの方が、まあ、後々考えていくと、まあ、こちらの方が、やはり、まあ、値段的な問題付加価値という意味においては、やはりこちらの方が強いのかなと、まあ、いうことで、まあ、そちらについても、まあ、今回情報の方を入手してきましたので、皆様にシェアしたいなと思います。はい。ということで、今回は、まあ、私の商談機ということでご紹介をさせていただきました。また、次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは、失礼をいたします。